眼科専門医の平松です。今日はまぶたを温めると何がいいのかということのお話をしようと思います。ホットアイと言われるようにまぶたを温めるのですが、ホットアイマスクや小豆の力などのようにまぶたを温めるような商品がいくつかあります。これのいい点としては、精神的に落ち着かせるという作用もあります。まぶたのところから分泌される油の分泌量が落ち着くことで目の見え方が落ち着いてきます。そうすることで気持ち的に落ち着いてきてイライラしづらくなったりするということがいい点です。なんでかっていうと、人間はよく物が見えないとそれでやっぱり判断ができないのでイライラしてしまうということもあります。またはよく見えないとピントを合わせようとするので、よく目を凝らしたり目の筋肉をよく使うので首周りが疲れたりしやすいです。そうすると肩こり頭痛などを引き起こしてよりイライラしやすくなってしまいます。特にスマートフォンやパソコンを使われている方の場合はこういうイライラを助長しやすいですので、そういう傾向がある方の場合はまぶたを温めるということを考えてみてはいかがでしょうか。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。